力がすごいんだよ俺って。いや明日は東京に来る？あ、どうも。すいません、こんばんは。なんか来たばいて、ごめん。すいません。どこでハマっとったと。あ、俺の女がお世話になってます。すいません。こんな堂々と出すんすか？俺の女が。俺の女が。あ、映さないようにします。もうちょっと。もう入らん。僕全然顔出してもらって。なんで顔出してもらって。あ、お前さんな。話してもらってたの。いや、皆さんすごい楽しい。本当です。一杯おごりますわ、僕。リアカード、おごりで一杯。いいですか。いいっすよ。じゃあ一番高いやつで。おい、話し合いてなってくれたんで。軽いんじゃねえかね。俺と会場重いのに。今ちょっとあの量足しに行っちゃったから、ね、もうすぐもうすぐ。ありがとう、ね、お疲れです。すごいなんか堂々とそんな出すの、ね、ありがとう。すごいけど見えない。もうやめて、みんな空気読んだよ。何をしてること言ってんのかと思った。これであのライブしてて、はい、大将出たの？大将、大将今3000人見てます。3000人しか。宣伝しますか大将？おお、よろしく。じゃあちょっとあの一言大将もらっていいですか？はい。一言。何を言えばいいの？おいでとか。あ、はい。あのお店の紹介と自慢のメニューなどなんか言ってもらったら。渋い、はい、この大将は語らず味で勝負してるんで、皆さん来てください。あの夫婦で営んで、あ、そうですね、いいお店なんで、温まるんで、いろんな意味でお願いします。いいお客さんを選んで入れてるから。そうなんすか。店の中はいいお客さんばっかりだぞ。選ばれてよかったです。お料理はもうちゃんとしたものしか料理じゃない。あ、そうなんすね。大丈夫ね。なんか食べる？大丈夫？今軽くやってる。なんか食べな、頼みな、好きなだけ。いい、うん、おでん、おでん食べる。だからおでん、ね、そういうスパワットじゃないか。お任せろ。来たか。あのうちの店の講演会長。あ、講演会長さん、どうも。どうも。あの、はじめまして。お邪魔します。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。でっかいな顔が。顔でかいですか。顔で。会長ストレートっすね。会長あのコメント、もう最初のコメントがそれかい。なんでマスクは実勢も。マジか。顔がよく長いって言われます。あ、それ今改めて、はい、じゃあ皆さんあのお疲れ様です。すいません、お疲れ様です。小山会長さん、お疲れ様です。パパある？ああ、そうそう、あるよ、あるから会長ちゃんと、はい、おでんどうぞ。ありがとうございます。昆布とね、こっちは五穀野菜が入ってるか、どういうと、あと大根と、はい、ありがとうございます。うん、食べな。なんか無理やっと出してごめんな。いっぱい食べたから。ありがとうございます。あ、どこは行ってきた？いや、さっきいろはさんですかね。あの水炊きの駅前の。はい、それちょっと今食べてきて。いろはさんってね、昔はね、このかうちにあのすき焼き屋さんだったんですよ。はいはいはい。すき焼き屋で有名だった。ああ、そうなんですね。で今2代目か3代目かのおばちゃんやな。そうなんですね。階段に芸能人の写真がいっぱいありました。いっぱいありました。だいたい芸能人のサインを置くところの店はくだらんこと。本当くだらない店で、こっちの方がいい店ですよ。確かに置いてないですよ。俺でも腹いっぱい来るけど、お金屋さんなの。
1枚しかない。1枚しかないやつか。白鵬だけ。あ、白鵬すごい。これは白鵬。すぐ分かったもん。白鵬来たんすね。これは白鵬。俺も手がでかいんじゃない。僕もでかいっすよ。これ会長。ああでかいっすね。小さいけどでかい。体小さいけどでかいでかい。これ183あるのに。横綱の手が絶対。これは勝てないよ。中しか映んないからな。でかいよ。でもすごいこれ。これでかい。いいですか。すいません。はい。白鵬。白鵬の色紙だって白鵬来たんだよ。知ってる？あの相撲のモンゴル代表。モンゴル。朝勝利の後に出てきた身長190センチの色白のね。で確か優勝回数が多分日本一だと思う。黒の。すごい。モンゴル。大横綱。日本歴史は赤い。あ、そうなの。昔ね、なんでもね。本当にでかいの。モンゴルの人は。朝勝利。これは親指と小指が優勝した照ノ富士も来たんですが、親指と小指がでかいです。でかいです。でかいです。でかいですね。だからあのバスケットボールも勝手に逃げる。片手はないですか。リンゴとかも割れるね。他のリンゴ潰せる。潰せます。さすが後援会長。だから俺はちょっとしたお付き合いでいただいた。今日来て初めて。今の発覚。20年ぶりに。20年ぶりに。あれの前の。なんかきっかけはあった。リーチをやってる時の。分かんないけど。で昨日電話して。はい。発覚も今日は休みだった。だけど。お前が来るから開けてくれる。ああ、本当なんですか。だけど。友人かなりか昔からの。よく分かんないんだけど。俺だけの中で。だから今日は本当は休みだった。休みだった。嬉しいよ、そういう風にね、電話くれる。本当っすね。休みだけど、避けるか。全国回るわけです。全国行くわけ。あ、僕はあの名古屋で、で仕事辞めてこれで、で今東京に進出して、で広島行って、九州来て、あの元々あのクリスマスまでに、彼女欲しいなと思って、でこう素敵な出会いも、これも、これライブ見てもらって、来てくれたんですよ。みんな真剣なんで。おー、いいじゃねえかい。おかしいやないか。始め方教えてもらっていいですか。今日初めてお会いして。え、今日初めて。そうです。あれでデートしてるんですよ。あ、彼女さんではない。そうです。今からこれから始まるクリスマス。はい。今日から彼女さん。いや、それが彼氏さんがちょっといて。いや、なんで来たんけ。いや、だけど男っていうのは、そうですよね。あんたは魅力があればどうでもない。そうですよね。奪っちゃえばいいですもんね。そう。だからそんなことないわけじゃない。単純に奪うっていうことは吐かない方がいい。吐かない方がいいですか。で、自分の生き方を進めたらこう。じゃあ水筒よっていうものでは最高やね。ああ。彼氏見てないですか。博多弁で。なるほど。ね、待て。あのこれじゃないよ。水筒じゃないよ。会長。やるぞ。もうそれは東京の子なんす。東京の子。みんな知ってる。みんな知ってる。ありがとうございます。話し相手になって。知らないあんたの。いや、制限ね。あんたがいきなり来とったらお断りして。いや、間違いない。はい。この人が来たから、あ、いいじゃないの。ありがとうございます。ありがとうね。そういう気持ちでさ、はい、いいじゃねえか。ちょっとね、ちょっとだけあんたに興味があって隙間があるんだから。いや、確かに確かに。その隙間をこう広く持っていくのはお前の力だ。はい、お頑張ります。頑張れ。はい。で、男はね、はい、魅力がある男ほどその気になるから、魅力ある男にならんというか。わかりました。ゼニカネじゃない。ゼニカネだよ。はい、そうだよ。魅力を作るにはどうしたらいい。なんで忘れました。男を磨くだけしかない。忘れました。とにかく男を磨く。大事にせねえか。男を磨く。そっから彼女を、付き人を大事にせねえか。大事に大事に大変なんだぞ。何年結構41年過ぎました。41年すごい。おかげさまで41年生きてたよ。何年来てないね。何を言うと。うちの店がもう48年目だから。あ、すごい老舗ですね。素晴らしいね。何歳の時に始められたんですか。26歳ちょっとですか。
まあ、それまで15で福岡で一番大きい料亭で修行入ったんで、もうこの世界で。で、ちょっとカバーを挟んだところの料亭のいたところなんてで、この店にね、島から、ね、はい、出身のね、後知った女性のご兄弟がやってやってね。でいつも来よったんだよ、若い衆と、若い衆と、予約入ったお客さんの献立とかさ、今、逆におしゃれで言うと、ミーティングミーティングしに来やったと。で、いきなり買ってくれませんかって話から。やっぱりご縁ですよね。そうです。ご縁ですよ。今日、みんな、知らない人ばっかりで。バイトすごいかな。すみません。いえ。あなたが両手添えてるんだ。いや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 、すみません。親父、モンスターしか飲まないから。福岡で札幌ですから。いや、札幌なんか行っても、札幌市内で札幌ねえから。全くないんだよ。いや、そうなんですね。日本全国でね、ないのは長野県、札幌がない、長野県でね、古希の祝いしてもらったんですよ、松小学園が多かったんで、校長たちにね。ただ、長野県の松小学園の関係者は、博多の屋台行くんだったら、その親父には札幌の町で、どうのこうのって送る。言うくせに長野県着いたら札幌も何もないんですよ。いいんですか。はい、申し訳ないです。ありがとうございます。いけないですね。ありがとうございます。もうね、隣座ったお友達ですか。大将、公演会長にもう一本僕から公演会長何か飲まれますか。一杯僕ご馳走しますよ。はい、お兄さん、いいですか。いいですよ。めっちゃ嬉しい。とにかく一番高いです。お酒が好きなんだよね。日本酒。高いやつでいいですよ。飲んでください。いや、日本酒はあなたのためにいいやつやろ。お。お。好きなの。お。よかったら何か。分かってますよ。でもそれでみんなで飲みましょう。みんなで、はい。65出します。お願いします。新酒が。広島の。いや、伊東島。なんで広島か。福岡の。トイレに行きたかったんですよ。あ、浜へ行ってき。まだ行って。あ、お前ちょっと一つしていけ。え、僕行きたいですか。一緒に行けよ。一緒に。浜や。三人行け。三人浜や。浜や。彼女。マスクしとかんと。タバコって吸ってもいいですか。はい、いっぱいあるわ、山本。山本。はい。お、タバコ56、これ。56じゃない、65。あ、65だ。あ、俺の雑だ。はい、そうですね。ああ、大丈夫。66ですね。大丈夫。いいよ、いいよ。これが、もっと、はい、いいよ。さかにしきちゃん来ないでしょう。これ美味しいお酒。うん。フォーカー大丈夫。はい、知ってます。田中65、これが65の絞りだ。生ですね、生。多分具合も65。だから米を、はいはい、そうですね。あ、嫁さん、なんでこれ開け切ったと。俺も開け切った。これ簡単。あの日本酒は何で怒ってるの、ね、これも開け切ったと。で、東京都3人帰ってきたら、どうぞ。まずこちらから、そうね、あ、すみません、いただきます。ありがとうございます。じゃあこちら彼女の日本酒飲める。飲む。あ、ちょっとだけしよう。半分こしようか。俺もね、そんなお強い酒だから半分1個します。あ、半分こします。はい、プラス、すみません。チョコチーはいいですか。もう1杯。あ、どうぞ飲んでください。ありがとうございます。これはうまいぞ。うまいですか。ちょっと濁って去年も飲んだ。ああ、そうですね。生で濁ってるんですよね。きれい。絞りたてだから。ああ、そうなんですね。すごい、香りがいい。香りが。まず香りで。日本酒は香りで。香りで。会長、やっぱり詳しいじゃねえの。すみません。さすが。札幌ビール、あんまり香りはねえやな。
飲むだけで味は、味はしっかりしてます。いただきます。はい、あ、2人が来られてからで、はい、甘いですね、結構ね。あ、そうだな、甘くて、うん、先輩後輩だから、先輩が来てからね。あ、どうもどうも、ご無礼します。ありがとうございます。あ、どうも、いただきます。いただきます。あ、美味しいな、これは。かも、騙しだけ、水みたいに、水みて、これは福岡は大事な薄労作です。なんで銘柄なんですか？卵65。だから米を6号で映すのかな。映してください。あ、これが有名な新酒ですか？新酒です。気分に来たら飲めます。田中65です。日本酒好きな人は、お店の名前は何て言うんですか？気分、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 俺の店、はい、気分です。気分です。気分で、気分がいいから気分です。あ、そうですね。ね、そうです。本当に気分がいいです。あの、こういう会場です。もう一個じゃん。まだ来てからって。あ、そうそう、来てから。おいしかろう。めっちゃおいしいです。めっちゃうまい。あー、うん、ちょっと甘口な感じ。水みたい。水みたい。多分飲めると思う、これだったら。やっぱいいお酒は、あの、やっぱり正月前に届けてくれるんですよ、そこの親方が。お正月いいですね。年末にね。だから正月の、いつも三重県は日本酒の産地なんですよ。うん、三重県多いですよね。ジコンとか。ああ、ジコンいいですね。うん、あの、ザク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 、うわー、もう。うわー、有名なお酒ばっかりですね。いや、三重県が発祥。だから、あの、米も水もいいから。そう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 。好きです、私。ジコン。ジコンはね、地元でも飲めない。あ、そうなの？あの、蔵が小さいから。あんまり手に入らないっていうのは、うん。だから、うちの息子のところ、東京に必ず出ます、ジコンが。だから、みんなが、ね、うん、言うのね。ジョランボは、あの、送ってくれっていう、東京で言う、あれ、ありえない試合をやってる。だから14台と一緒ぐらい、14台とね、一緒ぐらい入らない。どちら、東麻布、東麻布で寿司天本っていう。お寿司をされてる、経営されてる、はい、もちろんですよ。え、すごい、すごいですね。お寿司屋さんってだってだいぶ長いこと修行が必要ですもんね。東京青山で修行してね、南青山で、ここ出てずっと修行、博多でも修行して、それから東京行って、その弟は15歳で料理に入れて、その子はもう福岡で厳しいとこ修行させて、縁があって台湾に行って、今台北で寿司屋やってますが、台北で、うん、これも全く予約が取れない。どっちもミシュランの2つとか、親父の名前出せば大丈夫。はい、それは取れないですよ。ダメ、親父もいけないのに。あの、白鵬さんでもやっと入れたぐらい、この間。入れない、俺も行ってないぐらいだ。これはうまいわ。会長さん飲んでいいから。絶対うまい、水みたい。だいたい美味しいお酒って水みたいとか言うじゃない。ね、上泉水道ごとしっていう、ね。俺も日本酒ね、全く興味ないもんで。マジっすか。昔ね、何十年か前ね、美味しい酒をやっぱり福井とかさ、ああいうところに持ってくるお客さんがいて、やっぱ、ね、いや、もう断るのがまずいやん。俺のためだからいい酒と。だから変な話だけど、すぐ次のお客さんにさ、お世話代わりに持たせるんだよ。間違いない。いいの、こんな高いのっつって。そしたらなんか3万4万する酒だったとかさ。高いやつは、日本酒は高いですよ。何万の世界です。一升瓶やったらすごい高いじゃないですか。一升瓶はと思うと高い。だからもういいお店、割烹のね、今お寿司屋さんが特にいいお酒を置いてるよね。焼酎にしてもワインにしてもなんかいいやつを置いてるけど、なかなか手に入らないやつもね。この間ね